界での戦いは熾烈を極め、ついに聖夜たちはハーデスの本拠地であるジュデッカへと到着した。そしてその冥界へさらに最強のセイントたちが集結する。そう、アテナを救うため自らの命を顧みず冥界へとやってきた聖夜たちブロンズセイント、彼らと共に戦うために。タウラスのアルデバラン、金牛宮を守るゴールドセイント、黄金の野牛の異名を取る。その巨人な肉体は波の攻撃をわけもなく跳ね返し、その拳から繰り出される攻撃はあらゆるものを粉砕する。強胆かつ実直な性格で12級においても聖夜と真正面から戦い、角を折られたことで負けを認め金牛宮を通過させる。必殺技はグレートホーム。キャンサーのデスマスク、巨海宮を守るゴールドセイント、冥界と現世を行き来することができる。相手の魂に直接的に攻撃を仕掛けることができ、その攻撃を受けた者は冥界へと送られてしまう。戦うことに至上の喜びを感じ殺戮を好む。自らが信じる者のみ正義とし、他の者の意見を聞き入れない。必殺技は赤色冥界派。バルゴの釈迦、処女宮のゴールドセイント、最も神に近いと呼ばれた男、アテナと共に冥界の地へと降り立つ。凄まじいまでのコスモを持ち、その実力はゴールドセイントの中でも抜きん出ていた。相手の五感すべてを奪い尽くす技を繰り出し精神を破壊する。常に冷静沈着であり、感情をあまり表に表さない。忠誠を誓ったアテナに危機が迫る時にはその身を犠牲にしてでも守りきろうとする。必殺技は天部降臨、陸道輪廻、天魔降伏、天空覇者地味猛領。ライブラの同子、天秤級のゴールドセイント、243年前のハーデスとの聖戦を生き残ったセイント、ブロンズセイント、ドラゴン紫竜の師匠。ハーデスを監視するためメソペタメノスという秘術を受け、本当の姿を封じていた。そのクロスは6種類の武具となり、威力は星をも砕くという。その長寿ゆえ数多くのセイントから慕われている。善悪を見定める究極の目を持っている。必殺技は魯山昇竜派、魯山百竜派。アリエスのムー、白陽宮を守るゴールドセイント、前教皇のシオンよりアリエスのゴールドクロスを受け継ぐ。クロス修復のエキスパートであり、傷ついた聖夜たちのクロスを修復改良してきた。また超能力を駆使した数々の技を持つ。穏やかな物腰ではあるが強い信念を持ち、聖夜たちに対し時に厳しく時に優しく接する。必殺技はクリスタルウォール、スターライトエクステンション。レオのアイオリア、
サジタリアスのアイオルスの弟であり、四死球のゴールドセイント。教皇になりすましたサガに操られていたが、カシオスの命がけの行動により正気を取り戻し、聖夜を通過させる。極限にまで高められた光速の剣は光となり、その間合いに入った全ての敵を粉砕する。正義を貫くためには自らの身を顧みず、巨悪に対しても立ち向かっていく。必殺技はライトニングボルト、ライトニングプラズマ、スコーピオンのミロ、天下地球のゴールドセイント。ゴールドセイントであることに強い誇りを感じている。アクエリアスの神湯と信仰を持つ。相手の急所を見抜く目を持ち、その鋭い指先から繰り出される攻撃は正確無比に急所を貫く。また神王点と呼ばれる点を貫くことで命を救うこともできる。実直な性格で曲がったことを極端に嫌う。一方、一度認めた相手に対しては強い信頼を寄せる。必殺技はリストリクション、スカーレットニードル。ジェミニのサガ、掃除球のゴールドセイント、次期教皇候補と目されていた人物。自身の邪悪な心に負け、当時の教皇を暗殺。教皇になりすまし、サンクチュアリを支配していた。空間を操る技を駆使し、異次元を作り出すこともできる。また人の精神に直接攻撃を繰り出すこともできる。善悪合わせ持つ二重人格者であり、聖夜により悪の心を浄化されたが、その所業を悔い自ら命を絶つ。必殺技はギャラクシアンエクスプロージョン、アナザーディメンション、元老魔王剣。サジタリアスのアイオロス、人馬級のゴールドセイント。かつてアテナを教皇の魔の手から救い、木戸光政に託した。その実力はサガと同等かそれ以上と言われる。レオのアイオリアの兄、クロスについている黄金の弓矢は悪を貫く力を宿す。すべてのゴールドセイントから尊敬を集めた。そしてそのクロスには死したの血もアイオロスの魂が宿り、聖夜の危機を何度となく助ける。カプリコーンのシュラ、マカツ級のゴールドセイント。12級においてはドラゴンシリュウと死闘を繰り広げ、戦いの中でシリュウを認め、両手に宿るエクスカリバーを授けた。その手刀は研ぎ澄まされ、素手であらゆるものを切り裂く。また体術に優れ、その動きに追いつく者は数少ない。力が全てであるという考えを持ち、悪であれ貫くことで正義となると信じている。必殺技はジャンピングストーン、エクスカリバー。アクエリアスのカミュー、欧米級のゴールドセイント。キグナス氷河の死、12級の戦いにおいては弟子の命を思う気持ちから氷河をフリージングコフィンという氷の棺に閉じ込める。絶対零度の陶器をまとうその剣は全ての生物の活動を休止させる。常に冷静であるが、弟子思いの一面もあり、温かい心を持っている。必殺技はフリージングコフィン、オーロラエクスキューション。ピスケスのアフロディーテ、12級最後である創魚級のゴールドセイント。
アンドロメダ旬の死であるダイダロスを殺害した男。美しいバラを用いた攻撃を得意とする。そのバラは華やかな見た目とは違い、色によってその攻撃特性が変わり、敵の命を奪っていく。力こそ全てという考えを持つが、平和を願う心は誰よりも強い。必殺技はブラッディーローズ、ピラニアンローズ、ロイヤルデモンローズ。壁が破壊された。その先にあるエリシオンで待ち受けているのは希望か、それとも絶望か。